どうもこんばんは、ヤコベティです。炭酸飲んでる？俺は飲んでるよ。今日はですね、秋葉原の板金屋さんからですね、お送りしております。なぜ来たかというと、今日、7月5日、あのね、上野動物園でしたっけ、パンダのシンシンちゃんがね、子供を産んだということでね、笹の葉、パンダといえば笹の葉にちなんでですね、こちら特別メニュー、今日だけの特別メニュー、今日だけ、今日だけかな、こちら、笹かまの竜田揚げ、150円ですね、50円。笹かまの竜田揚げ、違いました、笹かまは何でしたっけ、竜田揚げってもっとね、ちょっとメニュー間違っちゃったよ、ね。笹かまのこちら磯辺揚げですね。ダーン、こちら150円で板金屋さん提供しております。というわけでこれをね、いただいていきたいと思います。そして今日私の晩ご飯がこちらです。ドン。これね、ちょっとね、毛みたいのに隠れて分かんないですけど、スパゲッティなんですけど、乗っかってるのなんとネバネバの納豆なわけなんですよ。こちらね、美味しい引き割り納豆使っておりまして、あの細めのね、麺とよく絡んですごく美味しくいただけますのでね、ぜひ秋葉原に来た際はですね、僕と一緒に板金屋で一緒にご飯食べちゃいましょう。またねー、バイバーイ。